一郎です。2023年2月6日になります。今日はね、出雲崎に来てます。これからね、あの妙高の実家の方にね行く道中なんですけれども、まあちょっとせっかくなんでね、まあ、ちょっと寄り道していこうかなってところでですね、良寛さんっていうね、超有名な作家なのかな、絵も描いたりするのかな、ちょっとあんまりわからないで言ってるんですけど、まあ良寛さんっていうね、新潟では多分知らない人がいないんじゃないかっていうぐらい有名なね、方の出身地でございます。ここはね、道の駅越後出雲崎天領の里と言います。ちょっともうね、あのお店とかはやってないのかもしれないですけど、ちらっとですね立ち寄ってですね、まあ、トイレ休憩なりね、ちょっと中の方を見てみてですね、なんか食べれたら食べたいなって思いもあるんですけど、ちょっと立ち寄ってみました。で、海がね、まあ、見えるんでね、ちょっと海も見てこようかなというところでございますね。うわ、バイクいる。寒いよ、バイクは。この時期バイクは寒いよ。ね、すごいね、かなりタフですね。バイク僕も乗りたいですけどね、せっかく買ったのにね。ちょっと海の方にね行ってみようかと思います。寒い外は。僕はこのね、道の駅を結構訪ね歩くのがね割と好きなんでね、まあ道の駅見つけたらね、どっか出先に行った時とかもね、つい寄ってしまうといった感じ。こちらは天領の里っていうね名前です。なんか時代感とかあってね、過去に確か動画上げてるんですけどね、お食事どころは多分やってないかな。今変な時間、今日仕事終えてですね、今4時半くらいですね。まあ夕方めがけてですね、実家の方にちょっと寄ろうと行こうと思ってるところでございます。今立ち寄って、多分このお店とかやってないかな。行ってみようか。はい、第1、第2、第3、第4駐車場まである大きなね、まあスペースですね。中には、そうやっぱりね、過去にねこのね、天領出雲崎時代館とかね、石油記念館とかね、確か動画上げてます。観光物産センター、レストラン、陣屋、ね、等々があります。つまいりの街並みっていうのは、これつまいりの街並みって何のことだろうな。そして大きなね、怒りがあります。多分本物だよねこれね、本物、実際に使えてたやつなのかもしれないですね。はい、そして海ですね。ちょっと風が強いからね、風切り音ボボボって入っちゃってるかもしれない。まあこの辺はまあね、結構釣りのメッカだったりねするとこでございますね。僕もボートで出て、あのテトラ周りだとかね、アオリイカの時期とかはねよく来てたところでございますね。9月10月あたりはね。そして、あのね、橋なんかこの時期は多分渡れるのかな。ちょっとあの先まで行けるんですよね。ちょっと行ってみようか。行けないかな。海の水はねやっぱすごい澄んでるんですよね。澄んでるし、まあ荒れてはいるんですけど、この辺ってね水が綺麗なんですよね。川の水が流れ込んでるところが少ないからみたいなんですよね。だからこうアオリイカとかイカもね結構釣れるというか場所だったりするんですよね。イカってあの真水を嫌うらしく、要は河口とかね川の水が流れ込んでるところにあんまりいないって言われてるんですよね。あ、やっぱりこの橋は行けないんですね。そうそう、4月1日まではね、4月1日から11月30日まではが行けるんだけど、だ今年はまあ4月1日、3月31日まではね、行けない感じですね。立ち入り禁止ですね。寂しいね、行ってみたかったんだけど。今日はね、佐渡が見えてますよ。わかりますかね、あれ佐渡島ですね。結構くっきり見えてんじゃない。出雲崎から見るね、佐渡島ですよ。結構まあまあよく見えるね。おー寒い。うわー、なんかでもいい眺めですね、夕方の海。まあ本当にここは好きで、まあ、よく立ち寄るところだったりしますね。そしてあれは何だろうね、まあオブジェ、なんでしょうね、芸術作品なのかもしれない。そしてここにねちょこっとした、これ海水なのかな、真水なのかな、なんか前金魚かなんかいたような気がするから、もしかしたらまあ淡水、普通のまあ水道水みたいな感じのものかもしれないですね。なかなか綺麗に整備された、ね、素敵な道の駅ですよ。こういったね、でまあ
銅像みたいなのがところどころにあったりするんですよね。あ、子供の頃の良寛さんじゃないですか。映像っていうの。良寛さんってやっぱこの辺じゃ本当にね、あのヒーローですからね。外はめちゃんこ寒いですよこんな格好で来るべきじゃなかった感じすっごい寒い。なんかね、そう、僕ね今日お仕事をしてきたんだけど、ご飯を食べてないですよね。朝しかお昼ご飯ちょっと食べそびれたんでね、どっかで食べたいなと思ってて、でそれもあってここに立ち寄ったんですけど、このやっぱり16時半とかこういう時間だとちょっとね、もうやってないかもしれないですね。一応行ってみますね、せっかくだから。そしてこれがね、時代館と記念、石油記念館なんだけど、16時で終わりみたいですね。でも今ね16時39分なんで終わってる感じ。過去に確かに動画上げてるんでね、ぜひ過去動画、リンク貼れたら貼っときますんで見ていただけたらなと思います。なかなか面白いんですよ、すごく。建物はね、まあこう自動販売機がずらりんことあって、蔵造りみたいな感じの雰囲気で、そして過去にですね、ソフトクリームの動画をね何回か上げてるんですけど、ソフトクリームがねここで買えるんですよね。この時間はもしかしたら終わってるかな。あ、残念ながらね、そう終わってますけど、今でもありますね、良寛牛乳のソフトクリーム。あ、これうまそう。コーヒーね、甘いって書いてある。最初苦かったですからね。苦いコーヒーソフトはね、確か2階でね、陣屋で売ってると思うんですけど、陣屋も多分終わっちゃってるんですよね、残念ながら。ね、ここもほら、あ、天候が悪いとここから行っちゃいけないのか。まあ、中一応入ってみましょうか。やってますね。ここは5時まで。ここは5時までですね。すごいうまそう。幸せのプリンだって。白いプリン、ラクレドマリアージュ、どっかの、ガカセ牧場のな商品なんだ。美味しそう。とはずらりと、ね、お土産物だとかいろんなものが売ってるわ。こういうの辺とかちょっと気になるね。新潟トマトキーマカレーとかね、見たことない。あ、そしてバスセンターのカレーせんべいとかが売ってますね。なかなか面白いね、とこでございます。まあ、ある程度こうコンビニ的な要素もね含まれたような感じのね、道の駅でのね、このお土産売り場でございますね。こういう珍味とか本当うまそうだね。こういうのね全然僕食べたことないんでね、今度買って食べてみたいなと思ってんですけど、ニューミサなんかもね今回妙高に行くんでね、食べれたら食べたいなと思ってるんですけどね。上越妙高撮影できるかどうかわかんないですけどね、このお店ね。なんか資料みたいなのがめっちゃいっぱいあるね。僕ね、このやっぱり YouTube とかやってて撮影の関係でね、こういったフリーペーパーみたいなのはねやたらもらっていくタイプで、なんか次のこうネタになるかなと思ってね。でもほとんどなんか、そうだな、もらったことのあるようなやつばっかりだな。お腹減ったけど陣屋はやってないですね。ここ上がっていくとね、いろいろ食べれるんですよ。味噌ラーメンとかね、たら汁御膳とかめちゃくちゃうまそう。何時までやってたのかね、わかんないけど、お昼だけの影響かもしれないですね、ひょっとしたらね。残念ながら真っ暗です。なんかこういうね、絵の描いたろうそくみたいなのが結構有名みたいですよね。時代館の中でもね売ってるんですよ、これね。すごく素敵ですよね、ろうそく。民芸品なんかも売ってたりするんですよね。残念ながらちょっと食べることができなかったんでどうしよう。この辺になんか食堂とかあんのかな。まあもうちょっとね、妙高方面にそのまま走ってみようかな、ね、ここのだけの動画ではちょっと尺が足りないかなってところですね。どっかで、なんか食べる動画をですねつなげます。はい、てみましょう。この辺の公園もね、なかなかいろんなものがあって、ちょっと面白そうだったな。見ていけばよかったんだけど、まああのもうちょっとね向かってみて、なんか食べるとこ探さないと。でもないかな、こっちの通りはね。ここは多分ね、そうですね、国道352号線というね道でございますね。こういったまあ大きな橋がかかっていてですね、下はまあ川になって
ってるっていうかな、漁港になってる感じなのか、漁港になってる感じですね。だんだんね、あの夕日がね、綺麗な感じになってきましたね。こう日が落ちるところなんかもね、ちょっとシャッターチャンスがあれば、ちょうどね、海沿いを走れれば、ね、その時にね、日が落ちるとこなんかも、いやもう落ちたのかこれもしかして、雲がかかってていまいちわかんないですけどね、すごくまあ夕焼けが綺麗ですね。この海沿いの道はね、本当にね、あの素晴らしいというか、海がすぐ近くでね、非常にまあ走りごたえのあるいい道ですね。すごく好きなところ。こんな海の目の前に住めたらなんかいいなーなんて思いますけどね、いつでも釣りができてみたいな、感じで羨ましいというか、そんな感じでございますね。バイク結構いるんだね、信じられない。寒いよね。ここマリーナですね。勝見マリーナっていうんだったかな。ああいうクレーンでね、こう多分海に下ろして、そこからね、ボートで出てくような感じなんでしょうね。勝見マリーナだったと思うんだよな。あそこね、そしてここら辺がですね、石地の海水浴場になりますね。石地結構ね、夏にはすっごく、まあ、にぎわうんですよね。こう海の家みたいなね、もうね、その時だけ作るんじゃなくて、こう季節のね、もうできてる大きな道の駅がね、道の駅じゃないや、海の家がたくさんあるような場所ですね。なかなか素晴らしいところ。まあこの辺も本当にロケーション的には最高にいいとこですね。もう道路のすぐ脇が海ですからね。結構まあこのね、潮なんかが飛んできたりしてるんだろうね。だから車が錆びる原因にはなるかもしれないですけどね。まあ僕どっちみちね、まあ釣り、魚釣りとか行くんでね、車は結構サビサビだったりするんですけど、まあ本当にいいとこですね。ただし、あの食べるところがやっぱ全然ないですね。この通り沿いはまるっきりないかな、やっぱり柏崎のあたりに出ないと食べるとこないかもしれないですね。それがちょっとそうだね、残念なとこですね。でもスタンドがあるね、でもこれね、急に。そしてここの左側ね、石地わさび園、入ったことないけどわさびの栽培がね、ここで行われてるみたいなんですよね。なかなかね、いつでも年中やってるのかちょっと分かんないですけど、わさび園がありますね。そしてこの辺からね、ちょっと海とは離れちゃうんですけど、正面に見えてきたのがね、パカパカこの鉄塔みたいになってるんですけど、あれがです、柏崎刈羽原発ですね。原子力発電所、まあ今ね、本当はいろいろこうね、問題になってる。で今こう稼働してないんでしょうね、多分ね。なんとね、この柏崎刈羽原発は世界で一番大きいらしいですよ、原発の中ではね。そういったような場所でございます。こうまあね、僕は原発は本当に賛成でも反対でもないというか、ね、こう中立的な立場でなんとなくこうね、まあ、見てるんですけど、原発をねやっぱり稼働させると、電気代がきっと安くなるんだろうね、きっとね。まあ、それぐらいこうコスパがいいね、この原子力発電っていうのはね、夢のエネルギーなんて昔言われてたんで、このウランのね、夢のエネルギーなんて言われてたものなんでね、全然もう燃料とかもかからないしね、お金がかからない。今はね、あのほとんど多分火力発電所とかで賄ってると思うんだけど、あれはね本当に重油とか多分ね、油を燃やしてね、火を焚いて発電してるんですよね、タービン回してね。なので非常にまあコストがかかってね。で、まあ中東のね、まあロシア、ウクライナ問題で多分ね、あれなんですよね。その問題で、まあ、原油価格の高騰だとかでね、きっと、電気代がもうガンガン上がっちゃって、今すごい、びっくりするぐらいね、月のね、電気代が高くなっちゃったんでね。だから、いろいろもう、思うところはあるというか、ね、原子力発電、まあいろいろね、あえて福島の問題とかが起きちゃったからね、今本当にシビアになってるんでしょうけど、本当
当に難しいところですよね。あんまり電気代がね、月に2万も3万もいっちゃうと、ちょっとやっぱりしんどいですからね、普通の一般家庭はね。だから本当にちょっと悩ましいところではありますね。だいぶ暗くなってきちゃったね。この海沿いの道をね、ずーっとね、新潟の方から走ってくるとですね、まあ最終的にというか、まあこれまっすぐ行けるんですけど、まっすぐだと山の方行っちゃうんですよね。最終的にですね、そこから、まあここ右に曲がってもね、まださらにこう海沿いっていうか海は見えないんだけど、確かこの道はね、まあずっとこの先まで行けるんですけど、だいたいこのね、先の2個目のね、2個先の信号からね、8号線に入るのがだいたいの普通のルートかなってとこですね。はい、ようやくここからね、8号線になります。まあ柏崎の街中とか抜けてくるよりはね、多分もしかしたらこっちの方が早いですね。このクジラの地下道、これでかいですクジラがね、あるんですよ。クジラの地下道のね、ところになりますね。ここから8号線をね、ずっと上越方面に向かってね、とことこ走っていこうと思いますが、お腹が空いちゃったんでですね、ここの左側ね、ラーメン屋さんなんですよね。ガキ大将、入ったことないけど、コテコテ、ネギコテコテとか書いたんでね、やってるよね、この明るさはね。入ってみる。なんかちょっと緊張するな。お客さんいる。入ってみようか、初の。ここから入るんだよね、ラーメンガキ大将。ラーメン屋さんなんだよね、基本的にはね。じゃあここで食べてね、動画を締めようかと思います。はい、ラーメンガキ大将に到着でございます。おー、明るい。初めて入るね。踏まれて初めて入ります。柏崎なのかな、ここはね。はい、コテコテラーメンとかあるね。鬼がらしラーメン、煮干しラーメン、いっぱい種類あるね。塩バターコーンとかね、豚骨ラーメン、味噌ラーメン、つけ麺、わー、なんでもあるね。どれがいい？醤油系細麺コテコテラーメンとかにしてみる？めっちゃ悩むよね、これね。悩む。さっきのね、国道8号線が見える席ですね。カウンター席、なかなかいい雰囲気ですね。メニューは結構レトロな感じがするね。こんな感じ。初めて入った。中はね、結構広いですよ。椅子もね、いっぱいあるというか、かなりたくさんのお客さん入れる感じのお店ですね。コテコテラーメンにしました。810円。醤油ベースでニンニク風味、背脂入りであっさり味、当店自慢のラーメン。楽しみですね。コテコテラーメン到着です。すっごく早い。めちゃくちゃ早かった。わ、うまそう。本当にコテコテ背脂。早速ね、ラーメン時間持ちしないんで、麺類はいただきましょう。いただきます。すごいニンニク効いてます。海苔、ね、こういったほらチャーシュー、ナルト、ね、ほうれん草、ネギ、メンマ、ね、一通り入ってます。麺はすごく細い。でもなんかすっごい美味しいですよ。ニンニクがね、相当効いてる感じ。うまいですね。これはね、僕めっちゃ好みです。
あのニンニク結構強め。うん、かなりうまい。ではね、結構ピラピラだけどうまそうに煮込んだチャーシューいただきます。習いたいっていう思うラーメンだね、うん、最高。はい、うまかった。ずっとこの道は僕しょっちゅう結構通る、妙高に行くんでね、通るんだけど初めて入ったんだよね。まあすごくなんか中間地点ぐらいだから、あんまりこうね立ち寄ることは今までなかったんですけど、今日もたまたま全然途中食べるとこなかったんで、まあね、寄ってみたんだけど、めちゃくちゃうまかったですね。もっと早く寄ってみればよかった。はい、というわけで、この動画は、道の駅天領の里からのスタートした動画なんですけども、道の駅天領の里で食べられなかったんでね。まあ、途中、妙高に行くね、今、道中、途中なんだけども、これから、まあ、妙高の方のね、実家に、行く予定なんですけど、はい、途中でね、ようやく食べれた、ラーメン、ガキ大将は、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、おすすめでございます。多分、柏崎になるのかな、米山になるのか、そのあたりなんですけど、初めて入ったんだけど、国道8号線沿い。美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。というわけでですね、まあ何の動画だかわかんないんですけど、まあね、まあ家からですね、妙高の実家に向かう道中という動画でございました。ラーメンガキ大将さん、美味しかったです。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなど入れてください。ではまた別の動画で会いましょう。バイバーイ。